はい、こんにちは、広瀬コーチです。こんにちは、ひかりコーチです。前回の動画に引き続き、はい、2本撮りで2本撮りではい、はい、またひかりさんと対談をさせていただきたいと思うんですけど、はい、体験に来てくれた保護者の方からはよくある質問、質問、福岡ゴールキーパースクールではどういう考え方なのかなっていうのを、僕がこう結構個人的に気になる部分がいくつかあるので、そこをテーマにやっていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。じゃあまず一つ目、はい、キーパー練習始めるのって何歳ぐらいからがいいですか。好きな年齢からどうぞって感じだけど早ければ早いほど、そのいわゆるゴールデンエイジって言われる年代、10歳から12歳の間はもう何でも習得できるっていう期間だから、多分みんなが見据えてやってるのって6年生の最後の例えば全日とかフジパンとかなのかなってなった時に、そこに照準を合わせて練習するんだったら3、4年生ぐらいからやって3年間ぐらいしっかり積み上げた方がいいかなって。1年間で積み上げられるものなんてたかが知れてるから、別に5年生6年生で始めたからもう間に合わないかって言ったら全然そんなことないけど、できるなら4年生ぐらいかなって感じがします。始めたばっかりの子って何も知らない、まっさらなもう状態なんで、正しいことだけを学んでいけるじゃないですか。4年生からキーパーを始めてました、例えば最初の 1,2 年間独学でやっちゃった子って学ぼうと思って来てくれても、その2年間で独学でやってしまった例えば癖だったりとかを取り除くのに、改善するのに時間がかかっちゃって確かに確かに、ちゃんとしたことを学んでた子と比べるともだいぶその差のアドバンテージというか、はい、ですね。ちなみに広瀬コーチは何歳からキーパー始めたんですか。僕はそもそもサッカー始めたのが遅かったんで、はいはい、本当にちゃんと始めたのは5年生の終わりぐらいですね。あ、一緒です、一緒です。あ、本当ですか。一緒です、一緒です。私も5年生ぐらい。早い子ってもっともう幼稚園とかからサッカー始めてる子もいるじゃないですか。めちゃうまいよ周りがなんでその時期からフィールドは無理だろうなって思って、まあ僕はキーパーを。なるほどね。割と日本ね、あるよね。ありますね。どんくさい子がちょっとキーパーに やらされがちやれよみたいな、うん、だからなんかこうちょっとキーパーのイメージがあんま良くなっていかないっていうのはちょっとあるかなって思う、はい、もう海外とかだと全然花形ポジションだから身体能力高い子しかキーパーさせてもらえないって言ったから、結構キーパーしたい子割合が高かったりするんだけど、逆にキーパースクールとかに来てもらえると、そのキーパーのことだけじゃなくていろんなこう体の動かし方とかやったりとかするから、はい、総合的にこう運動能力が上がったりとか身体能力上がってきますよね。上がってくるっていうのはなんか面白いよね、うん、キーパーの練習しに来てるはずなのに、はい、なんかそういうところ上がってくるっていうのもまあすごいいいところなのかなとは思いますね。全身運動ですもんね、言っちゃえばキーパーって。そうそうそう、言っちゃえばね。ダイビングした後とか大人になったから分かるけど、あ、こんなとこの筋肉使ってたんだっていうところに筋肉つきたりするからね。岡山さんとかもおっしゃってますけど、うんうん、ヨーロッパとかってもう6歳ぐらいからキーパーやってるみたいな。それはうまいよね、うん、その年代からやってたら、ね、そこのやっぱ海外と比べても始めるなんていうか、ね、期間のスタートの期間っていうのを積み上げとかもやっぱあるんでしょうね、少なからず。絶対あると思う。キーパー専属じゃなくても行っていいのかスクールには。ありますね、うん、本人もどっちで行きたいか探り探りなんですけどみたいな。そういうのはどうしてる。いや、もう全然来てください、ウェルカム状態。全然ウェルカム。ちょっとでもキーパーをやってみたいってこう、うん、思ってくれる子がやっぱそもそもいないんで、週1でもいいと思うんですよね、うん、ではチームでは全部フィールドの練習参加して、うん、週1回じゃあここでキーパーの練習やってみて、うん、まあ、そういうことって結構3、4年生が多かったりするので、はいはいはい、まだここ一緒に定まってないようになって。うちで言うと兼任でもいいし、はい、なんなら別にチーム所属してない子とかも来るわけ。あ、います、うちも一人。そう、はい、とかなんならサッカーのキーパーじゃない子とかも来るわけ。過去にいたのは、まあ、最初はサッカーしてたんだけど、サッカーやめてハンドボールのキーパーになりました。でもキーパー好きだから競技は違うけどキーパースクールには来ますみたいな。でその子ハンドボール の、 あのアンダーカテゴリーの日本代表になった。マジっすか
超身体能力高い子ですごい真面目な子でそういう風になってたりとか、単純に本当にスクールとかも入ってないし、単純にキーパーが好きだった。だからあのチームとか入ってないんですけど来ていいですかって言ってキーパーだけしに来たりとか、そういう子もいるんですよ。兼任してる子とかでもやっぱりあのキーパーを知ることによって、はい、キーパーってここ打たれたら厳しいな、ここのタイミングでこのシュートされたら厳しいなとかっていうのを多分学んでいくから、例えば自分がフィールドでこうフォワードとかミッドフィールダーとかした時にあのこのタイミングでここにシュートしようとか、逆にディフェンス側でこう動いてくれたキーパーが役なんだなっていうのが分かってくるから、まあ、そういうのを学ぶ上でも、はい、キーパースクールに来てキーパーのことを知るっていうのはすごくありかな、ですよ、ね、うん、相手目線だって考えられるっていうのが、キーパーコーチがいても、はい、キーパースクールに行った方がいいというか、うん、行ってもいいというか、うん、どうなのかっていう、うん、実際キーパーコーチも増えてきてて、チームにキーパーコーチいますっていう子も正直増えてきたなっていう肌感な感じなんですけど、誰か一人からのことしか知らないっていう、うんうん、なんかこうもったいないなっていうか狭かったりするじゃないですか、うん、でやっぱこうチームに別にいても、うん、スクールに来ればあこういうコーチはこういう考えなんだ、うんうん、スクールでこう習っててチームではこう言われたんですけど、うん、どうなんですかっていうのが結構ある、はいはい、でもそこはなんかこう自分のその環境をポジティブに捉えて自分がやりやすい、うまくやってって感じよね、うん、やりやすい方を選べばいいと思うし、うん、いいとこ取りでもまあいいわけじゃないですか。 いいとこ取っていいと思うよ、うん、多分あの、ね、こういう風に教えてるのに違うやり方やってたら多分注意されることはあるとは思うんだけど、じゃあその違うやり方でやった時に止めてたら別にそれでいいんじゃないと思うけど、止めれてなかったらじゃあそれって間違ってる可能性が高いから、いいとこ取りして、そうですね、やっぱキーパーって臨機応変な対応とかが一番求められるポジションだと思うから、その柔軟な考えを持ってやっていいんじゃないかなと思いますね。でもうちらは教える側だから、はい、一本道筋道立てた、うん、あの教え方をするから、こう例えば他の人が違うことを言ってても、いやこういう理論だからこういうことをした方がいいっていうのはもちろん伝えるんだけど、あとは選手がそれを2つ聞いたときにどっちがしっくりくるか問題だと思うから、まあ、そこはね、あのコーチがいやこの理論が正しいこの理論が正しいってこう言い合ってても、結局選手が響いてなかったら意味ないと思うから、だから、まあ、いろんな人に教えてもらった方がいいと思うし、一番はでもチームで教わることとキーパースクールっていうキーパーがたくさん集まる場所でキーパー専門のコーチが教えることっていうのは意外と違うよね。全然違います。私もキーパースクールに来るまではそんなあんま感じたことなかったんだけど、スクールでしかできないことがあるし、チームでしかできないキーパー練習があるから、その2つをこうゲットした選手たちが結構伸びていってるなっていう、そこはねうまく併用した方がいいんじゃないかな。キーパーコーチチームにいるからスクール別に行かなくていいやじゃなくて、チームのキーパーコーチに教わることとキーパー専門のスクールで教わること、どっちも知ってた方がいいかなとは思うね。いろんな種類のキーパーを見るっていうのもすごい大事ですよ。大事。チームのライバルの 2,3 人とかじゃなくて、他のチームの熱量ある選手とか、それは上手い選手も下手い選手も含めて見て、あもっとこここうしたらいいのになって考えるのも一つ練習だし、はい、あこの人こうだから上手いんだって分かるのも練習だし、そういうのはうまく使っていった方がいいかなと思う。僕もこうスクール始めたばっかり、うんうん、中山さんに言われたのは、うんうん、とにかくゲームをやりなさいと思う。あそうね、ゲームね、こんだけ大人数が集まって、うんうん、できるメリットがゲーム、キーパーのためのゲームができるっていうところは、キーパーのためのゲームが一番でかい。なんかキーパースクールとかキーパー練習っていうと飛んだり跳ねたりラダーしてキャッチしてみたいなイメージがあるかもしれないけど、全然そんなことないから。じゃあ試合中チームの練習で失点しましたってなった時に、じゃあキーパー今のポジションどうだったとか
今のコーチングどうだったとか、今のディフェンスの配置どうだった、バックパスの受け方どうだったってチームのコーチとかに聞かれたことあるか、ある人もいると思うけど、じゃあ、それを教えてもらえない人たちはまあどうしていくんだって、コーチングわかんないって言っても、じゃあなんで失点をしてしまったのかっていうのはキーパー目線でフィールドの動きとかも絡めながらやれるっていうのは、まあキーパースクールの強みだと思うし、一気にそこに行くんじゃなくて、それをこう理解するための段階がしっかり2時間の練習の中で組まれてるから、30分キーパー練習してあとチームと合流して試合とかじゃないから、それはやっぱりキーパースクール行くメリットだと思うから、そこがやっぱり一つキーパースクールだからでしかできない、でしかできないメリットというか、めちゃメリットですねっていう感じですかね。ですね。よくある質問、よくある質問3つ答えましたんで、はい、大丈夫ですかね。大丈夫でしょう。なんかまた質問あったら、はい、YouTube のコメントとかにしてもらって、そうですね、していただいて、はい、そしたらまた広瀬コーチが喋るんで、はい、チャンネル登録といいねも、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。